します。1番からパンパン。OK, nice job. 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 OK.では与田選手よろしくお願いいたします。お願いします。はい、対抗戦が決まりましたけど、自分がこのライトの対抗戦に出るっていう話をこう聞いた時はどういう気持ちになりました？まあ対抗戦こうどうこうの前に、まあ、やっと試合ができるっていうのがまずちょっと率直な気持ちで、まあ、次の試合でこう8ヶ月ぶりぐらいなんで、まあ、やっと試合できるんだなっていう、まずそこが最初に来ました、ね、ではライトとの対抗戦云々よりも自分がこう久しぶりに試合ができるっていう喜びの方が大きかったわけですね。そうですね、うん、まあはい、そんな感じですね、はい、対戦相手が中村選手っていうの名前を聞いた時はどんな感じでした？まあ、やっぱ同じ階級の選手なんで、まあ、ずっと前から、知ってたし、まあ、気にしたりもしてたんで、気にしてたりっていうか、まあ、試合動画見たりもしてたんで、こうやっぱ団体が違う選手と、戦うっていうことはまだこう少し不思議な感じというか、まあ、そういうところもありますけど、うん、まあ、純粋に楽しみですよね、はい。あの与田さんとこれ中村選手の試合は非常にこう勝負性が高いんじゃないかということで楽しみにしているファンが多いと思うんですけど、そういった反響反応っていうのは与田選手の耳にも届いてますか？まあ、そうですね、反響はすごい、まあ、ひょっとしたら今までで一番高い試合なのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあこうネット SNS だったりお目を通したりすると、まあ下馬評で言ったら、まあ、自分の方がこう有利っていう声が多いのかなっていうふうに思うので、まあその対抗戦にもかかわらずこう有利っていうのは、まあプレッシャーでもあるんですけど、まあそこをまあ余裕で超えていきたいなっていうふうには思ってますね、はい。中村選手相手にも得意のローキックやカーフキックっていうのはこう炸裂させる自信っていうのはありますか？そうですね、まあ、中村、選手ってどうこうの前に、まあ、構えがサウスポーなんで、まあ、そこをこう集中的に、この自分のスタイル対サウスポーっていうことで、まあ、アジャストさせる練習をずっとしてきたんで、まあ、不安要素は本当ないですね、はい。ですね、まずあの中村選手が度重なる挑発をしているのはどうですか？はい、あ、それについてですか？はい、なんだろうな、まあ、別に、まあ、相当それだけ、彼自身に自信があるんだなっていうふうに思いますし、まあ、なんだろう、まあ、オランダ行った時も最初はこう知らないアジア人が来たぞじゃないですけど、まあ、そういう舐められたとこから実力で仲間になったりもしてるんで、まあ、そういった自分の実力で見返すっていうのは、まあ、モチベーションにもなるし、まあ、別にそんな乱されたりはしてないですね、はい。何か意図は感じます？挑発してくる。いや、まあ、何なんだろうって思って考えたんですけど、まあ、シンプルにやっぱ知らない、他の選手のこと知らないのかなって、まあ、だから自分に自信があって、まあ、
あれだけこう自信のある発言をしているのかなっていうぐらいですかね。まあ、はい、本当に何だろう、こういろんな選手を知ってる人だったら自分のことをそういうふうに言わないと思うので、まあ、知らないのかなっていう感じですかね。はい、なるほどね。とはいえ、あの中村選手はザ・マッチであのレオナ・ペタス選手から勝利を収めている、はい、この部分に関してはどうですか。まあやっぱその時も多分レオナ選手の方が下馬評で言ったら有利だったと思うんで、そういったこうひっくり返す持ってる、いわゆる持ってるっていうところはあると思うんで、うん、まあそこを何て言うんですかね、まあ、下馬評通り自分は普通に勝つだけなのかなっていうふうに思ってます。あの一番こう中村選手で警戒してるところって何かありますか。まあ対戦が決まった時は正直結構いろいろ考えて危険だなっていうところはいくつかあったんですけど、まあ自分の状態が上がっていくにつれてだったりとか、まあ、対策を重ねていくうちに、まあ、逆に本当なんかないですね。まあ、強いて言うと、まあ、一発なんですけど、まあね、もらわないだろう、まあ、油断も慢心も一切ないですけど、まあ、それだけの準備はできたんで、はい、自信ありますね。まああのまあ、外から見てると、まあ、中村選手の持ち味っていうとやっぱりこう野性的なものであったりとか、あとやっぱパワーですね。パワーがやっぱこの階級ではあの語りあるんじゃないかと思うんですけども、そこはどうですか。まあでもそのなんだろ こう確かにそのパワーっていうのは脅威だなっていうふうには思うんですけど、まあはまらないと結構あっさり崩れる印象があるん でまあそのお互いのスタイルを比べたときに多分向こうの方がこう相性悪いというか苦手なのかなっていうふうに思うので、はい、大丈夫です、はい、これこう相手の団体にこう乗り込んでいくという気持ちはどういう気持ちですか。まあそうですね、まあもまあワクワクしますよ、はい、ライズもやっぱりこう自分が極真時代から、見てた団体だし、まあ、すごい華やかな団体だなっていう印象は昔からあったんで、まあ、まさか自分がライズのリングに上がれるっていうのは、ね、こう思ってもなかったんで、まあ、そこは純粋に楽しみだなっていうところはありますね。この試合でその K-1 チャンピオンの強さであったり与田選手の強さっていうのをこう今まで与田選手の試合を見なかった人にもこう見せつけたいっていうのがありますか。そうですね、やっぱチャンピオンになってこう対戦した選手っていうのが、まあ、外国人選手で外国人選手で、まあなんかこう上げ足を取りたい人は、まあ、知らない相手だからだろうっていう風な意見も、まあ、あると思うんで、まあ、それをこう知名度だったり、まあ、実力ある、日本人選手相手に、まあ、やっと自分の強さをしっかり見せつけられるっていう面では、まあ、美味しい試合なのかなっていうふうに思ってますね、はい、なるほど、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。うん、すいません、じゃあお願いします。はい、いいファイトの遠藤と申します。中村選手の方が、はい、与田選手の得意のローキックやカーフは効かないんだと、はいはい、豪語していたのですが、それについてはどう思われますでしょうか。まあでもこう逆に試合前で、ね、こう相手の攻撃効くと思いますっていう選手もいないと思うんでまあまあまあ別に何とも思わないですけど、うん、まあ試合で100倍返ししてやろうかなっていうぐらいですよね、はい、もうまあじゃあ聞くまで蹴ってやるよっていう、はい、そんな感じですか、はい、なるほどです。ちなみにやっぱり聞くまで、そうですね、ステップがやっぱり得意な印象があるんですけど、中村選手の方は、はいはい、
なんか前も与田選手もちょっとの前というか以前だいぶ前ですけども負けた時宮越選手、はい、ステップがすごい得意でもうちょっとタイプ違うかもしれないんですけどもなんかその辺はどうかわかりますかステップを使いみたいな感じいやまああの時は本当自分が強度に弱かったしこうやっぱクレスト入ってからの自分が、まあ、本当の自分だと思ってるんで、まあ、もちろんだからといって、うんまあ、過去のことがなかったとは思ってないですけどあの時とは本当レベルが違うんで自分自身のまあ全然大丈夫ですどう変わった感じだと思いますか特にいやまあ普通に客観的に見ての通り、うんまあ、全てに対してレベルアップしてるしまあ、うん一番でかいのはやっぱこう顔面に対する適応が、完全にアジャストしたっていうところですかね、はい、ちなみにあ昨日の中村選手の KO も、ね、するんだということをおっしゃっていました、はい、KO 負けないと思うんですけどもそこら辺もどう思いますかなんか多分基本的に自分のこと舐めてると思うんで逆にありがたいですよねうん、なんかねはいそれだけうんなんかありがたいです倒しやすいなって、はい、倒しやすいということはじゃあこちらも KO、うん、してやるぜとそんな感じのですか、うんまあ、KO してやるっていうよりはやまあ普通にやれば倒れてるからっていうどこかで、はい、だから、うん、倒し最初から狙いに行ったりとか、まあ、そういうのはないですけど、まあ、普通にやれば普通に、うんね、こうリングに倒れてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、ちょっと YouTube をちょっと拝見したんですけども、まあ、もちろん古巣だと思うんですけども前、はい、花岡選手とか安本選手とかもとスパーリングを、はい、最近まで重ねていて、はい、いたようで、はい、あまりそこのところではライズとの対抗戦みたいな意識はそんなにないみたいな感じなんですかもしかしていやまあそのなんだろう違う階級なんで、龍も春人も違う階級だし、まあ言ったら、逆に仲間っていう面ではあっちの方、彼らの方が仲間なんで、うん、ただやっぱその同じ階級の、チャンピオン同士の戦いなんで、そこに関しての、対抗戦にかける気持ちっていうのはまあありますね。それでは今回のということはなんか今回の試合テーマみたいな感じのギュッと上げるとすると自分の中ではどういう風にして進めてますか。テーマそうです、ね、技術的なことでも気持ちでも。まあ、なんだろう K1 対ライズっていうよりはヨザユキ対ライズみたいな感じですか。ヨザユキ対ライズ。はい。なるほどです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。すいません、もし聞こえてれば日刊スポーツですけどお願いしたいんですが。お願いします。大丈夫ですかね。はい。あ、すいません、日刊スポーツの千葉です。2問だけお願いしたいんですけど、はい先ほどもおっしゃってましたけど、ネット上では、与座選手有利だという声が結構多いと思うんですけど、与座選手、世間ですごい認知されてるなっていう感じはありますか。ご本人はそうですね、まあ、最近はやっぱなんか、うん、その認知度っていう面ではすごい、上がってるなっていうふうに思うんで、まあ、より、気を抜けないっていうかまあ何してても気を抜けないですし、うん、まあ、それだけこう求められる結果、内容っていうのも大きくなってきてると思うんで、そうですね、だからまあこう、中村寛にどう勝つかっていうよりは、求めてる、世間が求めてる結果を超えられるかっていう、まあそういった勝負っていうか、そこの、もあるのかなっていうふうに思ってます。なるほど。あと、1点なんですけど、はい与座選手対戦カード発表会見で、武尊選手が負けた、スーパーレック選手に自分が市川という話をされてたと思うんですけど、
武尊選手がこの前、その與座選手のコメントを聞いて嬉しいけど自分は現役だから現役のうちに自分がやり返すという話をされてたんですけど、この発言についてはどう思われますか？いや、めっちゃ嬉しいです。だからもう一緒に試合にいつか出たいし、なるほど、一緒にベルト巻きたいっていうのが夢なんで、うん、まあ、あの質問はなんかこう武尊さんが引退したらっていうような流れだったんで自分はやり返したいっていうふうに言ったんですけど、武尊さんが、ね、こうこのままやり返すっていうふうに言ってくれるんだったら自分も負けないように、もっと活躍していつか一緒にチャンピオンになりたいなって思ってます。なるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそしたら最後ファンの皆様にカメラにメッセージお願いします。はい、8ヶ月ぶりの試合、求められている内容を想像以上で、超えて KO で倒すんで応援よろしくお願いします。